昭和58年8月31日東京蔵前国技館、日本プロレス史に新たな1ページを飾る日となった。いつの試合でも戦う男の勇気とロマンを見せてくれたテキサスブロンコスーパーヒーローテリーファンクが18年間のレスラー生活に今終止符を打とうとしている。ジャンボ鶴田、力道山、ジャイアント馬場と受け継がれた日本プロレスの至宝、インターナショナルヘビー級王者のベルトを奪い返すチャンスがやってきた。レッツゴージャンボ、さよならテリー。この放送は日課ウイスキー、遺跡納期、木桜酒造、 SSK スポーツ品、大塚製薬、 MMC 三菱自動車、朝日ビール、東洋水産の提供でお送りします。